ちょうど1年前ぐらいに来ました。中はこんな感じなんですけど、というわけで今日もやってきました。以前もねこちらの方来たことあるんですけど、また再びやってきました。もともとねこの下集落があったんですけど、ダムの開発により沈んでしまった集落で、まあ、ここの結構ねだいぶ標高が少し高めな場所にまだ集落が残ってるんですけど、まあ、免れたダムの開発に免れた屋敷があるんですよね。で撮影はねこれ2回ぐらい行ったり、まあ他の廃墟系探索 YouTuber さんが、訪れたりしてるエリアなんですけども、夏場はね中に入ることはできません。草ぼうぼうでねすごいんですけども、このシーズンだったら、まあ、なんとか見えるかなという感じで来たんですけど、このカメラでは初めての探索になりますけど、ちょうど1年前ぐらいに来ました。人の出入りがまだあるのかなっていうような感じです。中はこんな感じなんですけど、多分ね上トタンなんですけど、おそらく屋根瓦があったんですかね。この下にすごい瓦あります。ずり落ちたんでしょう。中もね、なんか掘りごたつがあったり、その上になんかあの畳が
が引いてあるんですけど、もうなんかすごい薄い畳のような感じで、ただそのシート畳の生地の、まあ、シートを引いたような、簡易的な感じなのかなっていうことです。で中はすごいガランとしてね、不気味な感じなんですけども、まあ、なんかちょっと荷造りしたかのような、感じのものが段ボールに入った、のがあります。奥にちょっと違うところから見てみましょう。情報によればね、大体平成の初めぐらいに、ここの家が、まあ、離れたという感じなんですかね。こっちにも道ができてます。すごいあのカビ臭い匂いがします。独特な、ここはまあ比較的綺麗な感じなんですけども、こっちもね、道が続いてます。で、なんかちょっとお墓で見るような、ね、ものがあったり、するので、この先お墓でもあるのかな。あ、お墓がありました。まあ、そこには行かないですけど、まあ、ここに、ね、訪れる人がいるっていうのは、まあ、このお墓のことなのかなと思うんですけど、だいぶ物が散乱してるので、あんまし訪れる人がいないというか、まあ、このここ結構お墓があって、それで雨とか土砂とかで下に流れ着いたのかなって。
感じがします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。